の銀河帝国軍を倒そうと勇敢に立ち向かう反乱軍がとある星に秘密基地を作り計画を練っていたねば。しかし悪の帝国軍のスパイ探査機に反乱軍の秘密基地が知られてしまい攻め入られるのでした。ネバ。ズン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 。逃げるんだ。ダゴバという星にヨーダというジェダイマスターがいる。そこでジェダイの修行をするのだ。ルークは亡くなったオビワンの天の声を思い出したねば。マスターヨーダに会いに行ってみよう。ピポパポピ。こんにちは。あなたがマスターヨーダですか。ジェダイの修行をしに来ました。お願いします。お前がルークか。オビワンから話は聞いておったぞ。よかろう。ただ修行は厳しいぞ。ついてこれるかな。はい、頑張ります。怒り、恐怖を捨てるのじゃ。わかったか。はい、わかりました。ホースは感じるのだぞ。目で見るんじゃない、感じるのじゃ。や、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 や。冷静にホースを使うのじゃ。ホースは防御と知識に使い、攻撃には使うんじゃないぞ。はい、や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 。1、2、1。うん、ああ、あ、どうしたのじゃ。今、レイヤとハンソロが雲の城で死にかけているのを感じたんだ。私も感じたぞ。助けに行ってくるよ。それはならん。なんで？まだ修行は終わっていない。今の状態でお前が助けに行っても、ただただ死にに行くようなもんじゃ。でも、ダメだよ。助けに行かないと。僕を呼んでるんだ。行ってくる。まったく、誰に似たのか言うことを聞かないな、お前は。では、これだけは言っておこう。お前にダース・ベイダーは倒せないかもしれない。ただ、憎しみや恐怖には負けてはいけないぞ。はい、わかりました。行ってきます。さささささ。ピーピー。あの雲の城に俺の知り合いがいるんだ。あそこはまだ帝国軍に侵されてない安全な町だ。あそこに行こうじゃないか。ここ雲の城はすでに悪の帝国軍に支配されており、4人はダース・ベイダーに捕まってしまったのであるねば。広報、広報、まったくお前らはバカだ。私たち帝国軍に歯向かって勝てるわけないだろう。そうだ、この中の一人誰かを冷凍にして見せしめにしてやろう。だったらハンソロのやつを冷凍にしてジャバザハットに私が持ってっていいですか。あいつには高い賞金がかかってるんでね。好きにするがよい。よし、行くぞ。いや、やめろやめろやめろ。カチン。しっかり凍ってやがるぜ。広報、広報、いい感じで凍ったな。俺はこいつをジャバザハットの元に届けに行くぜ。そこにルークスカイウォーカーが
助けに来たねば。ピンピシピシ。さあみんな早く逃げるんだ。ありがとう、気をつけてね。ありがとうございました。ピポパポペピピ。さあ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 、やっと来たなルークよ、待っていたぞ。お前を倒しに来たぞダースベイダーよ、私と勝負だ。よかろう。まだまだ私にはかなわないな。ただお前には力がある。私たちの仲間になれ。やだ、絶対やだ。私とお前でこの銀河を支配しようじゃないか。やだって言ってるだろ、絶対やだ。分かってると思うが、お前の父親は私なんだからな。嘘だ、そんな、そんなわけない。お前は感じているはずだぞ。お前が父さんなんてそんなわけない。うおー、やだー、やだよ、チキジョン。仲間になるんだ。やだ、仲間になるぐらいなら。あー、ヒュッ、あー。間に合ったわ。コッホー、コッホー、コッホー、息子よ。父さん。